クロッタに着きましたね。よう、あんたたちもあの噂を聞いて。はて、噂とな。なんであんたたち、もしかしてな、世界が滅亡してみんな落ち込んでるだろう。そう、ここクリアすればカジノ解放か。グロッタの町、それにしてもあの武道家の姉ちゃん、な、すごい美人の兄貴。おっと、よし、おせえぞ。とりあえずグロッタの町か。美人の旅の舞踏。じゃあマルティナちゃんに会いに行きますか。返してもらおうか我がヒロイン。なんだか様子がおかしいわね。ようこそグロッタの町。魔物？町の中に魔物。おやおや、困りますな。どうか落ち着いてくださいませ。このグロッタの町は今や幸せな楽園に生まれ変わったのです。野蛮なコロシアムなんてもう古い。これからは六軍王であるブギー様が作ったモンスターカジノが。あなたたちも興味がおありならぜひ。魔物がこの辺はサクッと行くかも。怪しいに。それじゃ回復したいな。宿や宿や。やつややつややろうややとやか。やどやはやどやというか、まず回復もしたいしな。さあマルティナよ、おるかね。でも連戦だときついよな。その姿勢きつくないかい。姉さん出番よ。あら、なんてセクシーな。次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。そんなまさか。あらま、姫様。グレイグの声が。あら、グレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。あんたの刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、あたしと一緒に遊びましょう。はい。姫様、なんとはしたない。お願いします。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。ねえ、あたしの犬にしてあげましょうか。世界で一番幸せなペットにしてあげる。あ、いや、なんと派手しな。打倒ルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。さあ。まあ、相変わらずうるさいジジイね。いい？今の私にとって、私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。
だ。あんたたちにはついてかないわ。私はブギー様と一緒にこれからこのカジノを盛り上げていくんだから。いい加減にしてください、姫様。今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。本当こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ我々と共に行きましょう。おいおい強っ。気安く触らないでくれる？女の誘い方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置きが必要みたいね。あんたたちみたいなしつこい奴らは私の蹴りで黙らせてあげるわ。よし、楽しませてちょうだい。来るぞ。あたしは強っ。ちょっと待って待って、いきなりちょっとね、寝るの寝るの全身全霊技術がやばいな。体力ね、何してんの。パワー全開。ちょっとユニフォーム、そう変えてみました。ユニフォーム、ちょっとコスチュームも変えてみました。うーん、ちょっといきなり来たな。寝るのはきつい。セクシービーム、あー、危ねー。あら、ありがとうございます。当然じゃなくてちょっとまずいな。踏ん張るのよ。イワンがちょっと主人公落ちちゃう。グレイグが起きてくんねえかな。ルカに、よし、おっと、いこのままではシルビアにパフパフしたところで。そうだよね、グレイが早く目を覚ましてくれ。全身全霊切り、お、マジで。ちょっと予想外、こんな苦戦すると。グレイグがな、全然。おって強っ。これあれかな、次のバトルまで持ち込むのかな。この MP は回復してくんねえかな。よし、まあ、結構でもゾーンに入ってるのでかいな。458ですね。まあ、ここ攻めるか。 OK OK OK。 おい、油断大敵じゃ。あら、よいしょ、何しとんねん。グラウンドクロス、あー、まだ効かなかった。何してんの、まずい。これであんたは、うーん、マジか、強っ。よし、ちょっと長かった。マルティナに苦戦しても、マルティナだけで多分10回近く負けた気がする。さあ、行こう。張り切っていく。まあ、対策はできたはず、最初の時。勝利を我らに。どいつもこいつも。ああ、これで、まあ、そんな、あんながうるせえな。サックサック、
ルカにまずは守備を下げて、よし。でちょっとねグレイグの声がでかすぎて、マホトラはつらい。でルカには入ってるから、でマヌーサが入ってくれたら一番いい。よし OK。 あバカ、それはいかん。ハッスルダンスしたいけども、ちょっともう正直あれよね、もう魔法の聖水とか使っていかないとまずいレベルだから、ちょっとどんどん使っていこう。まあ魔法の聖水をどっかで回収する。ほら300 OK。 でバイキルと主人公にいとこう。あーダメか、マジか、そっち行く、まずい、ちょっと予想外。もうペフマロ短期決戦で終わらせるとまずいんだよな、うん、最悪だな。600か、まだ。うん、遅いな。キシルビア。やめてくれ。でハッスルダンスかな、これはもう。ハッスルダンスよ。でここはもう一回ルカにちょっと、もうちょっと短期決戦とかに持っていきたいところ。なあ効かないのか。まずいな。どうすっかな。こっちは入るんだけど、ルカニが入ってないからあんまり入らんよな。ルカニは絶対入れたい。よし。で魔法の小瓶でちょっと回復しとこう。ギガマホトラきついな。あーもう足りないか、もうやっぱこうなるときついんだよな。だからどうすっかな、もう攻めるか、普通に97。まあルカニが入ってるから、ここは魔法の聖水で自分を回復させとかんと。でここで全身でねぎ、オッケー、845結構入ったな。そんな入るか、845も入るか、ちょっと予想外に多かったな。よしよし、ちょっとこう回復しよう。これをよし、僕を見て、ちょっとオッケー、それでも500入るのはでかい。でここでベホマラ、わしに任せ。でここでハッスル、いやここはバイキルと主人公に入れよう。そろそろギガマホトラが来そうな気がする。まずい。ハスラス。何し、早く。つらい。どうすっかな。全身で握り。600。よしよし。よし。でここで。連携技で、いやどうすか、子守歌で寝かせてもいいけどな。もう黄色でしょ、黄色まで来てんだよな。魔法の聖水をローに使っとこう。これじゃで、おん、ここでゴールドシャア使ってみるか。300で、あなたはもう普通に攻めよう。29か、あまずい。全身全力、オッケーオッケー、あとちょっと、なんとかハッスルダンス使えないか。もうじゃあゴールドシャワーで攻める、もう押し切るしかない。ここまで来たら何してんの、押し切るしかないけども、
寝てもらってもいいけど回復だよな。ここああ足りねえか。じゃあ寝てもらうか。もう寝てもらうか。寝てもらおう。もうこれ寝てもらう。よしよし。何お前はそこで寝るのは違うだろ。あーどうすっかな。もう主人公で押し切るしかない。これは魔法の先生主人公に使おう。でおあー連携はメラハリケーンか。いやここはじゃあメラハリケーン使えないか。じゃあゴールドシャワーでどこまでいけるか。結構金減ってんなこれ。でここは防御。寝てるよね。よしよし寝るならよし。でゴールドシャワーちょっと金がだいぶ減ってる気がする。オッケー。連携何がいける。仲間呼び。いやちょっと勇者の前使っとこう。多分あとちょっとで勝てると思う。だから押し切ってもいいのかなと思うけども、ここは攻める。まずい。主人公の一撃にかけてもよかったけどな。誰に行く。シルビアか。いやここで終わらせるぜ。よっしゃ。ちょっとシルビアに経験チャイナーになりたいけどしょうがない。よしよし。どっかでレベル上げるかしょうがない。ふわはか、いでかいな。よし、まあ、シルビア最終的には多分スタメン入んねえからしょうがねえか。もうダメだ。体中が痛くて力がうまくコントロールできないじゃん。マルティナちゃんお帰り。私どうしたのかしら。ここは一体。まああなたは隣にいるのはグレイグ。あなたたちどうしてここに。どうして僕人がこんな目に遭うんだ。僕人はこの楽園で一番偉くて。あの魔物は武器。今までのことすべて思い出したわ。妖魔軍王ブギーさん、今までよくも好き放題してくれたわね。100万倍にして返してあげるわ。怖っ。本気。姫様、今のは。魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。今ならど。ロウ様、ご心配をおかけしました。いいんじゃ、マルティナよ。お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの非礼な振る舞いどうかお許しください。私は今
勇者に命を預ける身、打倒ウルノーガの信念を貫き通すまで、このグレイグ皆の盾となりましょう。何よそのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるならきついお仕置きしてあげましょうか。なんてね、冗談よ冗談。かわいいな。グレイグ、頼りにしてるわ。これからもよろしくね。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。これあなたに渡しておくわ。世界各地を旅してる時にそのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば船で行けなかった場所にも行けるはずよ。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して世界に平和を取り戻すために。よし、なかなか勝てない時が増えてきたけども、ちょっとね、今度レベル上げとカジノをなんとかしたいな。カジノでちょっとね、これはいい。よし、さてと、じゃあ今回ここで終わりますかね。またよろしくお願いいたします。